セクタータイム良かったんですよね。セクター2結局トップタイムというこのミハエル、佐藤拓磨、そして最終コーナーもうまくまとめて、まあ、チームメイトのバトンを上回ってですから立派ですよね、はい、あのバトンをアウトクオリファイしたのはこれが初めてですね、はいはい、佐藤拓磨は予選もちろん自己最高位5番手からのスタートになります。それでは予選後の佐藤拓磨のインタビューをお聞きください。1回目の予選でね、きっちりと走れて、そこまでもこう順調に進んでたんで、2回目思いっきりね、いけるかなと思って、そういう気持ちで臨めたんで、本当に良かったし、まあ自己ベストでもあるんで、本当に嬉しいです。まあ、一番ちょっと気がかりなのは、やっぱりそのライン上とオフラインで、その随分グリップ感が違う。やっぱり砂の影響が大きくてね、レーシングラインだけはそのすごいグリップが高いんですけど、まあ、そのあたりレースは明日どうなるか、まあ、でもその前の方からやっぱりスタートできるってことで1コーナーもタイトだし、まあ本当にアクシデントさえなければ、順調にレースできると思います。フェラーリウィリアムズに次ぐ5番グリッドを決めた佐藤拓磨、決勝の走りに注目が集まります。時々パラパラとは来るけれども路面は濡れないんじゃないかということですね、はい、今も濡れてる様子はありません。 そうですね、そしてですねセーフティーカーも5分前規定通りにグリッドを離れましたので通常スタートです、はい、現在の気温は29度、路面31度ということで、ミシュラン勢は予想より20度低いと。なるほど、そうなんですね、各チームの首脳陣心配顔で見つめる未知のサーキット、砂漠の地に新たな足跡を築いていく57周のバトル、初代ウィナーは一体誰になるのか。 F1 第3戦バーレングランプリ今スタート。さあ1コーナータイトな1コーナーへの飛び込み、フェラーリはまずは好スタート、後ろからトゥルーリも来ている、そして佐藤拓磨はこのポジション、ポジションをちょっと上げたか。1コーナーへの飛び込みはまずはフェラーリの2台、そして佐藤拓磨4番手か。拓磨はポジションを上げています。まずはミハエル・シューマッハ、そしてルーベンス・バリチェロ、3番手にモントーヤ、そしてその後4番手に佐藤拓磨。佐藤拓磨が4番手、レコードラインに乗って1つポジション上げた。そしてこれはトヨタの1台、黙ったが今、はいはい、かなりここは激しく動いています。オープニングラップ煙が見えました。さあまずは1周目から2周目、オープニングラップはミハエル・シューマッハ、ルーベンス・バリチェロ、3番手にモントーヤ、4番手佐藤拓磨、5番手ラルシュ・マッハ、トゥルーリ、バトン、パニスと続いていきます。クルサード、ウェバー、フィジケラ、マッサ、黙ったライコネン、クリエン、ハイドフェルド。さあそして先頭の方はミハエル・シューマッハとバリチェロの差、見た目でもだいぶ開いてきた、そんな感じがします。そして1コーナーの飛び込み、バリチェロ、モントーヤ、しっかりと佐藤拓磨4番手、後ろに迫るラルフ、かなりねこの、ラインを外すと砂がかなり汚れているという、そのようですね、このバーレンですが、たださっきの今宮さんからのね、あの河合さんからの話にもあったように、そのライン外したのメインストレート上ですけれども、スタートのグリップ感はそんなに違わないんじゃないか、で突っ込めるのはやっぱり重量差の証拠ですよね。ライコネンは昨日予選アタックせずノータイム選択、その後燃料を積んでいます。今は佐藤拓磨を追いかけるラルフ・シューマッハ、このラップタイムはほとんど同じ1分33秒の498、佐藤拓磨、一方のラルフは33秒507。さあここは長いストレート、エンジン勝負になる。さあラルフ・シューマッハがここはかわしていくか、拓磨が抑える。拓磨がここは抑えます。BR は昨日も言いましたけれども、やや積み気味かなとは思うんでね、それでも3列目を確保できましたからね、はい、これだから、ね、ですから意味があるんですよね、前出たというこれ前出てるっていうのは意味がありますよね、まあ、想定ですけれどもね、佐藤 BR チーム、佐藤もバトンも、まあ、今年ずっとそうなんですけれどもね、ガソリン量、搭載量は多めではないかということが今回も考えられますので、
そういう意味では先にウィリアムズの方がピットに入っていくと視界が開けるという佐藤、そしてその後ろの後ろのバトンを入れると思うんですけどね。はい、必要に佐藤拓磨を追いかけていったラルシューマッハ、ここで大きくポジションダウン。そうですね。そして佐藤拓磨はどこにいるか。入れますね、入れますね、うん、ピットはここでインを狙ってきましたね。インを狙ってきた佐藤拓磨とラルシューマッハ、はい、この後ですが前に一旦出た、うん、左にいましたね、佐藤が。これ接触でしょうね。接触してますか。拓磨の右フロントと接触したんでしょうね、はい、うん、ぶつかっています。右フロントで、そうですね、右フロント、佐藤の右フロントで持って佐藤拓磨コースアウト、縁石のところから、そうですね、ラルフの左リア、はいはい、絡んで、今度は左リアを見て、そしてライコレン、ライコレンのエンジンがまた火を吹いた。マクラーレン、これで3戦連続去年最後までワールドチャンピオンを争った男、しかし開幕参戦は全くいいところなし。信じられないという。いや、今メルセデスのね、総責任者のそうですね、はい、ユルゲン・フーバートさんが大きく頭を振ってましたね、ライコネンの心情やいかばかりか。このエンジン、金曜日に乗せ替えたエンジンですからね、まだ34周しか走ってないんですよね、うん、そうですよね。乗せ替えてド派手に火を吹きました、このマクラーレン・メルセデス、ライコネンのエンジンです。なんか3、4周引っ張れるんじゃないでしょうかね、はい、そこまで引っ張れると実はツーストップの目全然出てきますからね。佐藤バトンで今レースマンツー、はい、日本新ドライバー、トップ走るの初めて、うん、トップ走ってますよ。なんとこのタイミング動いて戻った、はい、あ、やっと戻った、はい、さあこれで佐藤拓磨がトップ走行、かわいそう、ね、佐藤の、はい、うん、ちょうどですね、はい、さあこれで佐藤拓磨が先頭を走っているという F1 グランプリです。2番手にバトン、そして歴史を初すごいことになってきました。はい、さあ河合さん、今宮さん、はい、タイミングモニター復活したということですが、このラップタイム見ていて今どうでしょう。あ、これクルー用意してますね。どちらからでしょうか。ちょっと待って、はい、佐藤拓磨が入りました。佐藤拓磨がここで入りました。はい、はい、11周を終えたというところで佐藤拓磨が入ってきました、フロントノーズ触ったりはありませんので、どうやら接触の影響というのはないようです。8秒0、フラット8秒でチームこれ、はい、多分ちょっとスケジュール早めかもしれないですね、はい、ひょっとしたら3で行こうと決めちゃいましたね。3で行く、うん、河合さん、それはどういった選択でしょうか。まだ分かんないですけど、はい、ただはい、はい、今画面上出ましたよ ね、 出ましたね。これじゃあ拓磨に何らかのペナルティが課されるという可能性が出てきたということですね。ただこう今年の場合明らかな、あともう一つ2番と7番バリチェロと、うん、それからトゥルーリトゥルーリですね、トゥルーリ、はい、これも審議中ですね、はい、ラルシューマッハと佐藤拓磨、それからバリチェロとトゥルーリという2つの件が現在審議中。今年のレギュレーションの改正のポイントは審議中の状態で、要するにレース後にその何らかのペナルティをね、次のレースを含んでのペナルティを下すということも、要するにペナルティ対象のいくつか罪の重さっていうんですか、はい、その辺の選択が行われるという意味ですね。はい、すごい強かったんですよ、これですね、審議中なんで、審議中の先ほどのインシデント、これは河合さんはどうご覧になりますか。拓磨君引いてもよかったかなと思いますね、そうですか、もう2コーナーのクリップラルフが来ちゃってて、拓磨君行き場所なかったですからね。そうですね、その中ゴールが突っ込んでしまったというような判断をされる可能性も出てくるということですよね。拓磨
岡田さん、この映像をご覧になって今の拓磨のシーンですけれども、そうですね、あれがそのまま鉱山の単純な立ち上がりであればね、左側にラルフが車の幅1台分残して加速すべきだという言い方もできるけれども、まあ、明らかな前後関係がある中でもう完全に曲がるところですからね、はい、ちょうどこの間の、フォーミュラー日本で、ありましたね、同じようなシーンが。拓磨君より実はラルフの前に出てましたからね。そうですね、はい、まあ、当然市民を対象という、まあ、市民を対象に値するという言い方変ですけどもね、今日の BL のジェフ・ウィリスとメカニカルガンがなんかね、なんかやり取りしてさっき12秒かかったって言ったそうですね、はい、バトンね、バトン、タイムロス、そのタイムロスについて話していたと。さあ、ここで佐藤拓磨現在5番手、ジェンソン・バトン6番手、ワンストップを終えた時点でミハイル・シューマッハ、ルーベンス・バリチェロ、フェラーリのワンツー体制、モントーヤ4番手にトゥルーリ、5番手佐藤拓磨、6番手バトン、フルサード・ウェバー、フィジケラ・パニスと続いていきます。まあ、BS フェラーリ2台が31秒台ペースなんですけれどもね、はい、モントーヤ以下ミシュラン勢の方が32秒台、まあ、4位の今トゥルーリルノーが32秒台の前半の方で、まあ、モントヤそしてトゥルーリを置いて、2台の BL 勢は32秒後半ぐらいですね、はい、ですが